カオを聞いてくれ。君に大事な話があるんだ。ついに娘のミカの結婚が決まったぞ。え、本当に？ああ、この間ミカから電話があったんだ。今お付き合いしている彼氏さんと結婚するらしい。ってことは、メン君とゴールインするのね。何度か会ったことはあるけど、優しいし礼儀正しいし素敵な子だったわ。きっとミカを幸せにしてくれるはずよ。ああ、俺もそう思うよ。そして娘のミカはこんな彼と結婚できるのは、15年間カホがミカを育ててくれたおかげだと思ってる。本当にありがとう。そんな急に改まってどうしたのよ。俺の本心を伝えただけだよ。バツイチ連れ子アギの俺と結婚してくれたことを本当に感謝しているんだ。そしてミカのことも実の娘みたいに可愛がってくれて、カホには本当に感謝しかないよ。私は大したことはしていないわよ。ミカが私を受け入れてくれたから今までやってこれたの。一番感謝しないといけないのはミカじゃないのかしら。いやいや、本当にカホのおかげなんだよ。男で一つじゃ絶対にミカをここまで素敵な女性に育てられなかった。俺は仕事も忙しいし、カホがいなかったらと思うとゾッとするよ。コウジさんたら仕事大好き人間だものね。俺は家のこともミカのことも全部カホに丸投げだった。そんな俺の代わりに家や娘のことを守ってくれてありがとう。カホが専業主婦をやってくれて本当に助かった。カホのおかげでミカも結婚できるような女性に成長できたんだ。もうそんなに褒められたら照れちゃうじゃない。本当に急にどうしたの？まあ最後くらいはお礼を言っておこうと思ってな。最後？ああ、いやなんでもない。それよりも結婚決まったら次は結婚式だろ？そのことでお願いがあるんだけどいいかな？あら、何かしら？今まで話したように、カホには本当に感謝している。そんな俺の気持ちを分かった上で聞いてほしい。その、あれがミカの結婚式は欠席してくれないかな。え、欠席ってどうして？私は新婦の母親なのよ。あいつの生みの母親結婚式に参加したがっているんだよ。だからぜひ母親の席を譲ってやってほしいんだ。生みの母親ってコウジさんの元奥さんのことよね。離婚したっきり音信不通と聞いてるけど、ミカの結婚をどこかで聞きつけたってこと？まあ、そういう感じだな。それで結婚式に母親が二人もいるなんておかしな話だろ。だからカホには欠席してほしいんだ。そんなの嫌よ。ミカの今の母親はこの私なのよ。なのに大事な日の母親の席を譲れだなんて、そんなの絶対に嫌。わがままを言わないでくれ、カホ。ここまで娘を育ててくれたことには感謝している。でも、カホは所詮、ママ母で育ての親なんだ。ミカの母親は、お腹を痛めて産んでくれた彼女だけなんだ。私からしたら、ただ産んだだけの女性よ。ろくな育児もせず、挙句の果てにはミカとあなたを捨てた人じゃない。そんな人にミカを産んだからと言って、母親面なんてされたくないわ。ミカの母親は、15年も育ててきた私のはずよ。そんな手厳しいこと言わないでくれ。彼女も俺たちを捨てたことを後悔しているって言うんだ。それに俺もミカのドレス姿は彼女に見てほしいと思っている。え？ミカは俺と彼女の愛の結晶なんだ。だからこそ二人の娘の門出を祝ってやりたい。ミカと血のつながりのないお前は出席を辞退してくれ。そんな。カホが納得いかない気持ちもわかるよ。でもこれは娘のミカが望んでいることでもあるんだ。なんですって？だから頼む。俺たちの気持ちを分かってくれないか。なんだったらミカは今日彼女と二人でドレスラブに出かけているはずだ。ああ、でも久しぶりの親子の再会だからな。もしかしたら感動でドレス選びどころじゃないかもな。そんな嘘でしょ。二人でドレス選びだなんて。遠慮して言えないだけでミカも本当の親の出席を望んでいるんだ。だから式の欠席のことは分かってくれ。そうね。結婚式の主役である新婦がそう望んでいるなら仕方がないわ。私の気持ちよりミカの気持ちが最優先よ。私をおとなしく欠席するわ。分かってくれてありがとう。ミカたちもきっと喜ぶよ。カホさん、お父さんから話は聞いてるよね。私ね、今度結婚することになったの。ええ、もちろん聞いているわ。結婚おめでとう、ミカ。ありがとう。でね、早速結婚式のことでお願いがあるんだけどいいかな。私が着るウェディングドレス一緒に選んでほしいんだけど。え？ほら、私って優柔不断じゃん。だから全然決められなくて困ってるのよ。でもカホさんはそんな私と違ってズバッと決められるでしょ。客観的な意見も聞きたいし付き添ってほしいの。ちょっと待って。
ドレスならもうお母さんと選んだんじゃないの？この間海のお母さんと一緒に選んだのよね。え、なんでカホさんがそれを知ってるの？コウジさんから聞いたのよ。それにその結婚式にも本当のお母さんを呼びたいのよね。だからドレス選びも一緒にしてるって聞いたんだけど。え？ごめんね、あなたの気持ちに気づけなくて。もちろんミカの希望が優先だし、私はおとなしくお留守番しているからね。ちょっと待って、ストップストップ。勝手に何を言い出してるの？私大事な結婚式に本当のお母さんなんて呼びたくないから。え？それにドレスも一緒に選んでないから。結婚のことも何も言ってないのに突然ドレスショップに現れたの。なんとか追い返したけど、それだけで疲れちゃって。結局あの日はドレスも何も選べなかったんだから。そうなの？そうだよ。そもそもあの人からの LINE は私全部無視してるんだし。え？彼と婚約した直後にいきなり LINE が来たんだよね。海の母親です、結婚おめでとうって。でも私既読もつけずにブロックしちゃったんだ。なのになぜか私がドレス選びする日を知ってて不思議だったんだよね。でもなるほどね、全部お父さんが仕組んでいたってわけね。コウジさんが？だってドレス選びの日程はお父さんにしか言ってないもん。でもコウジさんはミカが海の母親を呼びたがっているって一体どうなっているの？二人の言動が全部バラバラじゃない。そんなの私の方が聞きたいよ。お父さんたら娘の気持ちを無視して勝手に何やってるんだか。私が式に招待したいのはカホさんだけ。15年もずっと育ててくれた母親同然のカホさんだけだよ。ミカ、だから結婚式も絶対に来てよね。それと今度のドレス選びも付き合って。どっちも断っちゃダメなんだからね。もちろんよ、私が断るわけないじゃない。じゃあ今度の週末一緒にドレス選ぼうね。ついでに久々に二人でご飯でも食べに行こう。あ、でも面倒だからお父さんには内緒で来てね。分かったわ、それじゃあ週末にね。いや、今日は留守番をさせてすまないな。でも娘の希望だから仕方がないよな。そうね、ミカは結婚式に海の母親に来てほしいって言ってるんだものね。そうなんだよ。それでな、留守番ついでに頼みがあるんだけどいいかな。カホには役所から離婚届を持ってきてほしいんだが。え？ミコを育ててくれたことには心から感謝しているよ。それに俺が仕事で手一杯の中、カホは家のこともやってくれた。本当にいろいろとありがとう。素直で使い勝手のいい君と結婚しておいて本当によかったよ。でももうそんな君は必要ないんだよね。必要ないか。つまりもうお払い箱の私は捨てちゃおうってわけね。ああ、そういうことだ。娘も結婚して巣立つし、家事育児係はもう必要ない。そもそもカホとの結婚は最初からそのための結婚だったからな。え？カホのことはそれなりに好きだったよ。15年間献身的に俺を支えてくれて、娘のことも育ててくれて、使い勝手のいい女として愛していたよ。なんですって？おかげで俺はバツイチ子連れでも仕事に打ち込めたし、この15年間でたくさん昇進もできたしな。本当にカホのおかげだよ。最低ね。私のことは家政婦か何かだとでも思っているの？そうだね、無料家政婦だとずっと思っていたよ。はあ？前の妻のサナは顔は美人だけど家事育児が全然ダメでね。挙句の果てには子供を置いて勝手に出ていくし、本当に困った女だったよ。でも逆を言えば子供さえいなければ全て解決なんだ。ようやく娘のミカも結婚して巣立つし、俺は彼女と復縁するよ。元奥さんと復縁か。その様子じゃずいぶん前から彼女とやりとりでもしていたんでしょうね。どこかでミカの結婚の話を聞きつけたみたいでな。それで俺に連絡をくれたんだ。そして俺のことが忘れられないこと、俺と呼びを戻したいこともお願いされたんだ。でまんまとあなたもそれに答えたってわけ？彼女は相変わらずの美人だったよ。育児や家事に追われてだらしないすっぴんのカホとは大違い。子供が巣立った老後は美しい妻とゆったり過ごすのもいいと思うんだ。そう、それがあなたの本心なのね。父親一人でミカのために頑張るコウジさんを尊敬していたし、そんな人の力になりたいと思って私は尽くしてきたの。でもまさかこんな最低な人だったとはね。俺に尽くしたくて尽くしてきたんだから文句は言うな。もう離婚で結構よ。私も今のコウジさんとは老後なんて一緒に過ごせないもの。どうぞ美人が取り柄の元奥様とお幸せに。おお、理解が早くて助かるよ。15年間無料家政婦ご苦労様。
結婚式の本当の母親が来るからお前は用なしだ。ハワイでの結婚式最高。え、しかも娘のドレス姿を楽しんだ後はあなたと離婚できるなんてね。ああ、なおさら最高だわ。じゃあこっちはこっちで楽しむわね。元奥様によろしく伝えておいて。ちょっと待って、ハワイってどういうことだ。しかも娘の結婚式だと。離婚届は帰国したらあなたに渡しに行きます。今日が結婚式でせっかくだから、明日明後日は観光して週末には帰国するから待っててちょうだい。おい、俺の質問に答えろよ。カホ、君はどこにいるんだ。そこで何をしているんだ。ハワイで娘の結婚式に参加していますけど。え、娘って、え、誰の。カホの友達の娘とか。何言ってるの。私の娘はミコだけよ。私は今ミカの結婚式に参加しているの。ハワイでの海外挙式だなんて素敵よね。はあ、何を言ってるんだ。ミカの結婚式が今日都内での式場で行うんだぞ。それにタカが育ての親の君は招待されていない。娘の結婚式に参加するのはあいつの本当の母親だぞ。ごめんねお父さん、それ全部嘘なんだわ。え、お父さんたちに送った招待状は全部嘘なの。都内の式場は今日1時間だけレンタルしただけ。結婚式はそっちではあげないから、時間内に出て行ってね。ミカなのか。おい、これってどういうことだ。招待状が全部嘘だと。じゃあお前は今本当にハワイにいるっていうのか。うん、ハワイにいるよ。結婚式は都内挙式からハワイの海外挙式に変更したの。都内だとどんなに隠していてもお父さんが無理やりあのババアを連れてきそうだからね。ババアだと。私の生みの母親のことよ。一生会いたくもないのにまさかドレスショップで再会なんて。全部お父さんがあのババアに情報を流していたんでしょ。式には絶対来るなよって追い返したけど、どうせお父さんから式場のことを聞いてやってきそうだよね。海の母親なんてことを言うんだ。それに両親二人にお祝いしてもらえたら嬉しいだろ。ふざけんな。私の親はカホさんだけ。私を捨てた海の母親も、仕事ばっかりで構ってくれない父親も、私の親なんかじゃないから。え？カホさんから聞いたよ。よくも無料家政婦扱いなんてできたわね。散々お世話になってきておいて最低だよ。あ、いや、ごめんね、仕事大好き人間の父親の足を引っ張る邪魔な娘で。そんな私のためにわざわざ再婚させて本当にごめんね。でも結婚したらもう二度と実家には戻らないから安心してよ。え？私これっきりお父さんとしても縁を切るから、帰国したらスマホも連絡先も全部変える。お父さんとして会うことは二度とないからね。私にとっての親はずっと面倒を見てくれたカホさんだけ。血のつながりごときで両親面してんじゃねえよ。あんたかっこ悪いよ、あんたたちって。待ってくれ、縁を切るってそんなの向こうのご両親がびっくりするぞ。相手のご両親は立派な医者一家なんだ。実家と縁を切るような娘なんてすぐに捨てられるぞ。彼もご両親にも全て説明して納得してもらっています。だからこうしてあんたたちに秘密でハワイ挙式ができてるんだよ。え？なんなら全泊でハワイ入りして親たちだけで観光とかしていたみたい。もうすでにカホさんとめちゃくちゃ仲良くなってるから。15年間一切音沙汰のないお母さんが連絡してくるなんて怪しすぎ。どうせ私の旦那さんのこともどこかで聞いたんだろうね。娘の旦那実家がそこそこの裕福な家庭だってこと聞いて、それを目当てにお父さんに連絡を取ったんだよ、きっと。本当に最低な母親だよ。そんなわけあるか。お母さんはお前を捨てたことをすごく後悔していたんだ。もう一度、家族に戻りたいって泣きながら言っていたんだぞ。じゃあ私も泣きながら絶縁したいって言えばいいんだね。え？あんたたちの顔なんて二度と見たくない。それじゃあね。カホ、離婚の話は取り消した。俺と別れないでくれ。え？今日の帰国のはずだよな。今から空港に迎えに行くよ。そしてそのまま俺たちの家に帰ろう。これから夫婦二人楽しく暮らしていこうな。ちょっと急にどうしたの？元奥さんとやり直すんでしょ？ベージンと過ごす老後の方がきっと楽しいわよ。元指とやり直すことはやめなんだ。ていうかあいつ、あの後すぐに消えたんだよ。ミカと絶縁されるなら俺と復縁しても意味がないって。そう言ってまた勝手に消えたんだ。
本当にミカの旦那さんの実家目当てだったのね。しかも出てく時にちゃっくり俺の財布からお金も抜き取ってるし、本当に最低な女だよ。うわぁ、もはやただの盗っ人じゃない。俺のことが忘れられないとか言っていたのも全部嘘なんだ。俺は騙された被害者なんだよ。その、いろいろとひどいことを言ってごめんな。あれは俺の本心じゃない。つい脱いで出た言葉なんだよ。私ね、ずっと昔からミカにこう教えているの。一度出た言葉は二度と元に戻らないって。本心じゃない？脱いで出た言葉？いい大人がくだらない言い訳してんじゃないわよ。コウジさん、あなたとは離婚します。そんな、空港に来てくれたならありがたいわ。実はハワイに飛ぶ前に離婚届はもらってあるの。そしてハワイの素敵なビーチを眺めながらサインをしておいたわ。え？直接渡すからその場でサインしてちょうだいね。待ってくれ、俺は離婚なんてしたくない。頼むよ、俺のそばからいなくならないでくれ。ではまた後でね。ペンと印鑑の準備だけしておいてちょうだい。その後、空港に着いた私は、コウジさんに離婚届を突きつけました。コウジさんは最後まで、離婚なんてしたくない、仲直りしよう、などと言っていましたが、一緒に帰国していたミカの旦那さんのご両親からも、いい大人がみっともない、離婚を言い渡されるのは当然のこと、早く母さんを解放してあげなさい、と責められ、最終的にはおとなしく離婚届にサインをしてくれました。そしてその後のコウジさんはというと、逃げられた元奥さんを追いかけ、お前のせいで娘も嫁も失った、絶対に復縁してもらう、俺の世話をしろ、と復縁を迫っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。